フランケン地方の紋章ドイツにおけるフランケン地方の一協議のフランケン地方フランケン地方はドイツ中南部から南ドイツの北部に位置する地方名称。現在の行政区画に当てはめるとドイツ連邦共和国のバイエルン州に属するドイツの行政管区の7県のうちビュールツブルグを中心とするウンターフランケン県行政上はアンスバッハ文化的には ニュルンベルクを中心とするミッテル・フランケン県、バイロイトを中心とするオーバー・フランケン県の3県を合わせたバイエルン州北部一帯の地域にあたる。ただし歴史的には現在よりも広い領域を含む時代もあった。また、ヘッセン州の南東部の一部とチューリンゲン州南西部のバイエルン隣接地域やザクセン州南西部のプラウエンを中心とした。 ケムニッツ地方南端部、バーデンビュルテンベルク州北部のハイルブロン・フランケン、地方、ハイデルベルク、ラーデンブルク、カールスルーェア、ラインラント地方の南東部のシュパヤーなども含まれる。東フランク王国時代に成立した、フランケン大公領を直接の起源とする。神聖ローマ帝国の成立に伴い、大公領は解体され、その後は、ビルツブルグ市教領、バンベルク市教領や、 ホーエンツォレルン家のアンスバッハ公領、バイロイト公領など、多くの両方や自治都市の集まった地域であったが、連合して、フランケン帝国クライスを形成し、一地域と認識されていた。ホーエンツォレルン家のアンスバッハ編脅迫、アルブレヒト・アヒレスとクルムバッハ編脅迫、アルブレヒト・アルキビアデスは、フランケン地方の統合とフランケン公領の創設を、目論で戦争を引き起こしたが、 いずれも失敗に終わった。19世紀初頭、新生ローマ帝国の解体後は、バイエルン選定綱領の拡張に伴って並行され、バイエルン王国の一部となった。このような経緯から、方言や文化的にも、ミュンヘンを中心としたバイエルン州南部のいわゆる、バイエルン地方とは一風異なった。むしろ、中林源やヘッセンなどと近しい中部ドイツ文化圏を、 形成する地域である。カトリック圏と言われるバイエルン州にあって比較的プロテスタントの一つであるルター派が優勢な地域でもある。ビュルツブルグを中心にフランケンワインの名産地として知られる。ロマンティック街道が南北に古城街道が東西に通る観光の要所である。なお、地域名称としてのフランケンという語はフランク族に由来するが古代ローマ帝国時代や 民族内移動期の歴史上のフランク族の居住地とは必ずしも一致しない。歴史的にはバーデンビュルテンベルク州北部やラインラントからベルギー、オランダにかけた広い地域がフランク族の領域という意味でのフランケンと言える。その地域のドイツ語はドイツ語の方言分類上フランケン方言と類型される。アンスバッハ、アンスバッハ、アシャフ,フェンブルク、アシュフェンブルク。 バンベルク、バンベルク、バイロイト、バイロイト、コーブルク、コーブルク、フィルト、FRTH、ホーフ、ホーフ、ニュルンベルク、ニュルンベルク、シュパーバッハ、シュババック、シュバインフルト、シュバインフルト、ビュルツブルグ、ブールツブールク、ローテンブルク、ロサンバーグ、オブ・デア・タウバー、ディンケルスビュール、ディンカルス・プール、ネルトリンゲン、ニューロトリンゲン、バーデンビュルテンベルク、州北部のハイルブロン・フランケン、地方があり、ハイルブロン市が、上級中心都市となる。 地域内に、以下の都市を中心とする中地域が存在する。ハイルブロン群、ランドクライス、ハイルブロン、ホーエンロエ群、軍ホーヘノ、ロヘキレス、マインタウバーンメンタウバー、クライス、シュベービッシュ、ハル群、ランドクライス、シュベビッシュ、ホールバートメルゲントハイム、バット、マージントハイム、クライルスハイム、クレールスハイム、ハイルブロン、ハイルブロン、キュンツェルスアウ、カンザルソー、ネッカーズルム、ネッカーズルム、エーリンゲン、アリン群、シュベービッシュ、ハル、 シュベビッシュホールタウバービショフスハイム、タウバービショフスハイムベルトハイムアートハイム。ありがとうございます。